元GPレディオ。やっと揃いました、ジングルが。よかった。心も通じ合ってきた感じますかね。そうですね。じゃあそんなわけで、はい、このチャンネル、この番組はですね、MotoGP は苦手でもマントTTレースは日本一詳しい小林由紀とモータースポーツジャーナリストの伊藤恵里、MotoGP と電動バイクレース元井を主に取材する伊藤恵里、通称伊藤恵里がお届けしてます。はい、ということで、まあね、毎週、1回をめどに、はい、いろいろ、MotoGP の基礎知識から、はい、あとシーズンインしたらいろいろこのホットな話題を、お届けしたいと思いまして、いや私はあまり詳しくないので伊藤恵里大先生にいろいろ教えをこうて、ね、あのお届けしようと思いますけども、はい、ちょっとね、あの前回までいろいろちょっと、基礎知識を教えてもらったので、そのあたりはぜひ皆さんアーカイブを、お聞きいただくとして、ちょっとここからはですね、そろそろホットな話題ということで、はい、はい、選手の話かな、はい、うん、このあたりをいきましょうか。はい、お願いします。はい、2024年シーズンに参戦する、じゃあまず日本人ライダーからいきましょうか。はい、お願いします。ゆきさん、今参戦している日本人ライダーお分かりでしょうか。今というか2024年ですね。長島哲太は走ってない。あれ、MotoGP はっていう意味ですよ。 MotoGP は今はちょっと走ってない。高橋拓海、2023年ワイルドカード大役参戦しましたね。はい、というわけでちょっと90分先こいつダメだってやつで、すいませんでした、サーセンでした、サーセンでした。そんなことないですよ。あ、もう長島哲太選手、小倉愛ぐらいは分かる。あ、呼び捨てだし、もう、はい、あれ、そういう仲ですか。知らない、会ったことないから呼び捨て。逆に、はい、小倉愛選手も、男の人なんですよね。そうです、そうです、そう、はい、そこがもうなんか全然分かんなくて、調べても調べても、うん、まあ、まあもはやちょっとジェンダーなんで関係ないかもしれないけど、うん、でもなんか耳に入るイメージでは、うん、愛さんって女性歌手だって思ったんで、うんうんうん、あ、そんな早い女性ライダーが出てきたんだってずっと信じてたけど、うん、そこをあの書いているメディアさんは誰もいなくて、うんうんうん、で顔も大体走ってる写真とかしか出てこないから、うんうん、ずっと分かんなかったです。走ってる時はヘルメットかぶってるからね、分かんないんですよ、ね、そう、まあでももはや関係ない時代だから、まあいいのかしら、うん、男性ですね。男性です。実はでも私もあの一番最初にお名前聞いた時に同じことやっぱ思いましたね。ね、うん、ですよね、うん、実際に今はもう取材するぐらいあのしてるんですけど、もちろん分かってはいるけど、やっぱね、名前を見た時もね、うん、あの、はい、すいません、話の腰をバスで降りました。小倉愛選手も2024年参戦しますね。あ、はい、あ、でもこの時点で、まあ、はい、今これを流すのは2024年の1月だと思うんですけど、はい、もう決まってるんですね、シートは。もう決まってます。シートって言い方しますね、そういえば。シートって言い方しますね。シートっていうのは、はい、だからどのチームで、あ、走るポジションというか走れるかどうかっていう意味だよね、要は。シートは多分その F1 とかもシートっていうのかしら。あ、言いますね、言うね、はい、まあまあ、走れば走れる枠みたいなことになったかどうかっていうのをシートっていうね、はい、はい、そうで、ね、で日本人がもう決まってると。決まってますね、はい、はい、じゃあ下の方のクラスからどっちがいいかな。じゃあ下からいきましょうか、はい、下というか排気量が、まあ、下とか上とか言っちゃった、ごめんなさい。全Moto3-2の選手ごめんなさい、排気量が、小さいクラスから、うん、はい、はい、Moto3クラスからいきましょうか、はい、Moto3クラスは、3人の日本人ライダーが、あ、多いんですね。あ、まあまあ、でもね、ちょっと減ったんですよね、実は、でも3人います。はい、まずですね、鈴木辰樹選手、はい、はい、
山中龍生選手、はい、ふるさと太陽選手の3人です、はい、2023年も、モト3クラスに参戦していたライダーなので継続参戦ですね、うん、ただ、鈴木選手と山中選手はチームは変わります、うん、という形になりますね、はいはい、ちなみにまあ、チーム名はすぐ覚えられないんで、うん、マシンのメーカーだとちょっとスルッと入るかもしれないね。メーカーはどこなんですか、うん、うんうん、ね、モト3クラスはホンダと、ハスクバーナー、うん、KTM、はい、ガスガス、はい、うん、ガスガスですね。2023年は CF モトというところも走ってたんですけど、うんうん、はい、2024年のエントリーリスト上は今のところちょっと確認できないので今言ってダメーカーになります、はい、で日本人の選手はどう？ちょっとごめんなさい、今パッと思い浮かばないんですけど、つながらないんですけど、ふるさと太陽選手はチームアジアなのでホンダですね。あ、なるほどね、うんうん、はいはい、そっか、はい、でチームによっても、まあ、流動的じゃないけど、まあまあいろいろ移籍だなんだかんだがそうですね、あったりするということですね、うんうん、そういう風になりますね、まあ、3人はだから継続参戦でまたモト3にの経験をこう生かしながら戦っていくということになると思います。そしてモト2、モト2ですね、言いますか。モト2、先ほど出てきた小倉愛選手と、はい、モト3クラスから2024年にステップアップする佐々木歩選手、この2人になります。あ、例の佐々木歩選手ですね。なんか例のっていうとなんで例のって感じなんですけど、うん、はい、私がさらっと聞いている限りではチャンピオンまで手が届くところまで行ったけど、うん、けど、ちょっとね、全モトモータースポーツファンがブーイングを起こすような感じの、うん、なんつうのかな、うん、まあちょっと惜しい感じのことでしたね、うん、まあちょっと言いづらいな、これはこれはちょっとね、うん、そうですね、まあ、結果どういうことがあったかっていうのは、そう、真相はよくわからないけれども、うん、でもまあもうほとんどチャンピオンと言ってもいいぐらいのと、うん、こまで、最終戦までね。そうですね。最終戦はどうだったんでしょう。最終戦は優勝しました。そうなんだよね、はい、そうなんですね、うん、非常に感動的な優勝だったなと思います。でランキング2位を見事獲得して、うん、元2にステップアップ。なるほど。です、はいはい、小倉愛選手は2024年にチームを移籍します、うん、はい、今までチームアジアにいたんですが、また別のチームに移籍をするんですね、はい、で、まあ、新規一転という形になると思います、うん、で、まあ、佐々木歩選手ももちろん、もちろんというかまた別のチームで、実はモト3クラス、モト2クラスがあるチームで戦ってたんですね、2023年も、うん、ただそのチーム内昇格ということは望まずに、望まずというか選択せずに、うんうん、別のチームでモト2にステップアップするという形を取りました、うん、はい、モト2はその2人、その2人です、はいはい、そしてそしてモト GP はモト GP は、はい、中上隆明選手継続参戦ですね。なるほど。中上選手もでももう長くやってますね。そうですね、2018年にデビューステップアップしてるはずなので、うん、元 GP クラスに、うん、8、9、10、7年目ですね。あ、すごい、はい、非常に経験豊富で、うん、はい、チームは、引き続き LCR ホンダからの参戦になります、うん、今のホンダの中では最も経験が長いライダーという形になりますね、うんうん、すごい、なんかせっかくなんでそのあたりぐらいはちょっといろいろ見聞きをするので、はい、なかなか苦戦をしているっていう話と、うん、あとはドゥカッティが、うん、非常に強いと、うん、
でその心はやっぱり空力がある程度優れている、うん、あのウィングレットがいっぱいついているドカティの方が最高速も速いし、うん、でだからちょっとホンダはみたいなことを見聞きするけど、うん、その辺はざっくり言える範囲でどうなんですか、うん、中上選手、うん、今年はいけそうなんですか。今年いけそうかどうかというのは正直なところマレーシアのセパンテスト2月に行われるんですが、うんうん、これを待ってまず見ないとちょっと私も何とも言えないかなと思います、うんうんうん、正直なところ2024年プロトタイプは11月に行われた最終戦後に行われたバレンシアの公式テストで走らせてはいるんですが、うんうん、やっぱりちょっとまだ1日だけのテストだったということもあり、うん、私個人としてはその情報を今どう捉えるかというのは難しいところかなと思っているので、うん、セパンを待つ必要があるかなと思っています、うん、じゃあその辺の情報もじゃあ2月になったら伊藤恵里ちゃんから聞けるんですかね。はい、それはぜひと思っています、うん、はい、まあ、その羽の話で言うと、うん、マント TT レースもその羽がいっぱいあるかないかで、うん、結構今勝負を分けてて、うん、BMW がとにかく速いんです。でどのぐらい速いかっていうと川崎の忍者 ZX10R が、最高速320キロを上回る BMW M1000RR がいっぱい跳ねついてるんですけど、はいはい、330キロ行動ですよ行動でその10キロも上回っちゃうからやっぱ速いんだけど、でもウィークポイントももちろんあって、うん、やっぱ横風に弱いっていうのがあって、風が強い日はあんまりそうでもないっていうのもあったりし、うん、だからまだホンダとか川崎でもちょっと前に行けるっていう状況はあるんですけど、うん、全然話変わるけど、はい、中須賀選手があれだけ強くて、中須賀さんは MotoGP 走らないんですか。それはどうなんでしょうねっていうところになっちゃうんですけど、そう、でもまあそうですね、でもこの段階で発表がないんだからもう行かないってことですよね、まあ、もうシートもねないですしね、岡本選手も違うんですよね、うん、ヤマハはもうシートが埋まっちゃってる状態ですからね。はい、ヤマハはファビオ・クワルタラロ選手、はい、と聞いたことある、はい、アレックス・リンス選手が新加入という形で、そっかそっか、はい、リンスぐらい知ってる。おリンス選手は分かる、鈴木だった、うん、そう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 、鈴木最後のレースで優勝した、そうですそうです、感動的でした、感動的でした。あ、その、リンス選手が去年までは違うところ LCR ホンダにいたんですけど、ホンダからのヤマハ、はい、ヤマハ、はい、になりましたね。はい、ちょっとドカティに一瞬出たロッシ選手がヤマハ戻ったみたいな感じじゃないですかそれはなんとなくどうなんでしょうねでも非常にまあコンビネーションも良さそうですよね、なんかいいなと思ってますが、なるほど、はい、特にヤマハはですねサテライトチームが2024年もない状態です。うん、サテライトチームとはという話をちょっとした方がいいのかな。そうですね、衛星っていう意味ですね。そうですね、はい、A に星って書いてある、ね、衛星の A がよくわかんないけど確かにあれは衛兵の A ですかね、衛兵の A に生きる、あ、じゃあ星と書いて星別の衛星になっちゃいました、ね、でサテライトチームあるいは今インディペンデントチームって言い方します、独立チームという感じですか、ね、サテライトはでもメーカーの息がかかってるみたいな意味じゃない？まあそういう、インディペンデントは全然独立、独立というかまあ要するにチーム、うん、ファクトリーではなく、はいはい、例えば個人というかパーソナルが立ち上げたって意味ではないかなと私は勝手に思ってはいるんですけど、なるほど、ね、うんうん、でサテライトチームっていうのは要するにファクトリーとは今ちょっと言ったように違って、うん、ファクトリーは完全にメーカーが主体で、いわゆるワークス、ワークスです、いわゆるイコールって言ってもいいのかしら、ね、イコールですね、今はイコールだと思います、はい、
ですが、サテライトチーム、インディペンデントチームは今言ったように個人あるいは、まあ、メーカーじゃないところの人たちが立ち上げたチームで運営されているので、うん、メーカーからマシンを借りるあるいはまあちょっとリースして何とかこう、うん、貸してもらって走らせるっていうやり方をしています、うん、なのでまあ一般的な考え方としてはファクトリーが当然有利、うん、なぜならファクトリー直結なのでパーツも当然優先的に供給されるし、うん、一番最新のモデルがモデルというかマシンが供給されるので、うん、っていう風なチームですかね。まあ、ねあの売って要するにレーサー売ってないから、うん、まあ借りるしかないっていうことですよね。そう元2も元3もそうなのかな。でも元3は買えるんでしたっけ。元3も基本的には今もそうですよね、うん、なんかこうレース用のものだから、はい、なんか市販はされてない状況ですよね、うん、そうですね、はい、そうですよね。元2はあのエンジンが、うん、あ共通なんでしょ。オフィシャルで、はいはいはい、トライアンフのストリートトリプル RS っていう、うんはい、3気筒 765cc のエンジンをチューンしてしたものが供給されてるんですけど、うん、まあ厳密に言うとレース用にチューンされてるものなので、うん、私たちは手に入れることはもちろんできない、うん、でシャシーはシャシーコントラクターが作ったものってなので、うん、そのマシンで言うと当然ね売ってるものとは全然違うというか、はいはいはい、手に入れられないものですね。なるほどね、うん、いやなんかいろいろちょっと知識が深まってきましたちょライダーの名前をなんかその、うんずっと追っかけてないとなんかクラ、うん、クアルタラロとか難しくって、はいはいそうですね、一体どこの国の人なのかもよく分からず、うん、っていう状況だったのがなんかちょっとだんだん今日本人の人だけでもちょっと名前を、あ鈴木さんという人がいるなとか分かって、うんうんうん、鈴木選手なんてあなんてとか言っちゃったあの最近 の、 あの若手の選手って、はい、全日本をこう勝ち上がったから、うん世界選手権に上がりますとかじゃなかったりするじゃないですか、はいはい、だからそうですね、誰この子聞いたことも見たこともないみたいな状況ですね、うんうん、我々、うん、あのバイクブーム世代はいやそうなんったりするけど、うん、あれは 何ですか突如として海外在住 の、 あの日本人なんですか何なんですか。いやあのそんなことはないんですそんなことはないんですけどやっぱ今の、まあ、ちょっと鈴木選手の話からちょっとずれちゃうかもしれないんですがアジアタレントカップそれからレッドブルモト GP ルーキーズカップ、はい、今はちょっ と、CEV ではなくジュニア GP になったのかななどなどスペインで行われてる選手権なんですけどこう海外の選手権を通って世界選手権に行くという道筋が非常にはっきりし始めたので、まあ、じゃあもういきなり子供、はい、もう本当子供の頃からそっちに行ってないと、うん、みたいな感じ。そうですね、はい、あ鈴木達樹選手に関してはあの英語も喋れるんですけどイタリア語も非常に堪能で、うん、イタリアのチームに長くいらっしゃったので、まあ、じゃあどっちかねスペイン語喋れるか、まあ、イタリア語喋れるかみたいな方が、うん、なんかちょっとまあコミュニケーションは取りやすいと思いますね、はいはいはい、って言ってましたね。私もあのイタリア語は私できないので、あの話してる時に実はイタリア語の方が得意なんですよねって言ってるのを聞いてそうなのかって思ったんですけど、あとはやっぱりそうですねスペイン語ですかね。スペインのやっぱりパドックはねスペイン人とかイタリア人が非常にやっぱり多いのでできると多分コミュニケーションが楽なんだろうなって、うんまあ、でも子供の頃から、うんまあ、その世界を目指すってなった時に、うんはいはい、親御さんはそこで家屋を決めて、うんまあ、海外に送り出すもしくは自分も一緒に行くとかって、うんまあ、やらなきゃいけないというかやれる人だけが上に行けるみたいな状況もしかして、うんそういうことになるんでしょうね。なるほどね。じゃあもう今はそうなのねってことで、うん、じゃあそっかもうその幼い頃からインターナショナルスクールに通うとか、あ、そっか、なるほどなるほど、うん、もう本当に多分前から準備をしていくってことに
なるんでしょうねとは思いますけどね。でもやっぱりそうやって関係性を築くっていうことも、うん、やっぱりすごくパドックでは武器になると思うんですよね、うんはいはい、我々ジャーナリストももちろんそうなんですけど、うんすねはい、やっぱりこういろんな人と話をして、うん、別に取材じゃなくても、うん、雑談をする関係性を築くそこに自分の居場所を作る、ね、関さんは非常にそれをおっしゃってたんですけど、そうだね、うん、そうだっけ言ったっけ言ってましたなんだっけそんなこと言ったっけあの私が海外取材に出るときに居場所を作るのは非常に大事だよと言ってくれたんですけど忘れました、うん、でも今のやっぱ若いライダーというか、うん、あの元つ元すりを走ってるようなライダーはおそらくそういうことが経験を経て、うん、そういうことを積み重ねていって今もこの世界選手権で頑張って走ってるっていう戦っているというふうなんじゃないかなと私は思います、うん、すごい面白い、なんかいろいろちょっとなんかこれを踏まえて MotoGP とか見るとなんかよりなんか人間味っていうかそういうとこまで見えるかもしれないですね。そうですね、うん、わかりました。じゃあ今日もちょっといっぱい聞いてしまったので、この後は、多分2月になるので、はい、またちょっとねテストとかいろいろチーム動向とかも、うん、あの入ってくると思うので、うんまあ、より詳しい話が聞けると思いますので、はい、2月はねもうちょっと、はい、引き続き頑張っていきましょうか。頑張っていきましょう。いきましょう。じゃあ、はい、この MotoGP レディオ、皆さんのですね応援で成り立っておりますので、ぜひですねあの番組スポンサーとかも募集中です。あの1回限りのですねスポンサーでも構いませんので、あのぜひ応援してくださるという方がいらっしゃいましたらお問い合わせください。はい、あとですねあのこの、今回に対して皆さんのですねあの応援も待ってますので、ね、ぜひなんかこうチャリンと投げていただけるとですね、この糸江里ちゃんが今年もこの海外現地で取材できるかもしれないので、はい、ぜひ応援していただければと思います。質問とかあったらぜひどしどしコメント欄に入れていただければと思います。はい、と、糸江里ちゃんの情報はどこで見るといいんですか。はい、X 元へツイッター、ツイッター元へ X、 あるいはインスタグラム、スレッズなどもやってますし、私自身のブログもやってますので、各種 SNS からリンク貼ってますので飛べます。私のメディア向けに書いた記事を紹介してるのと、あとそれに付随する裏話みたいな、取材裏話みたいなもの、あと取材機構みたいなものを書いてますので、ちょっとあの冷やかしに読んでみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまた次回ですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。あと電池が持った。よかった電池がば電池を